はい、どうも、タスインでございます。はい、今回はですね、前回ジャッカルさんから、株式会社ジャッカルさんからいただいたちょっとワームを使ってアジングに来ました。アジングをしに来ましたね。まあ、ちょっと今日来れるタイミングで来たんですけど、なかなかの風で釣れるかどうか分かりませんが、やってみたいと思います。で、スタートはキビキビナーゴの 2.5 インチ赤らめですね。クリア系の赤らめ でジグヘッドは、風がスイスイスイム 1.スイスイスイムジグだったかな、 1.2g からスタートしたいと思います。釣れるか分かりませんが頑張ります。いやー、ちょっと風がマジで強いな。ちょっと沈めてからスタートしたいと思います。ちょっと 1.2g じゃ軽いかも、何しようか分からんかも。多分今僕の技術じゃ 1.2g までしか軽くできない。これ以上は軽くできない。やべえ、寝かけた。はい、早速ちょっとリグリン直しました。はい、でスイスイスイムの 1.8 までちょっと上げました。とりあえず釣れる釣れないというよりは当たる層を見つけたいというところですね。ちょっと風を待ってくれんかな。と、今日ラインはですね、エステルの 0.35 で、リーダーが 0.85 ですね。で、ちょっと当たりがなかったらジグヘッドとワーム変えてみたいと思います。ずっと風が吹いてるんで、切れ間があるとね、風の切れ間があるといいんですが、ずっと吹いてるんでね、ちょっとね、ワームデカキビナーゴをつけてみたんですけど、もしかしたらちょっと大きいかもしれない。うん、でかいんでしょう。当たるんすけど、1.8g の10カウントぐらいのところで当たるんですけど、ふわふわと巻きながらゆっくり竿をこう上げ下げするとですね、当たるんですけど、張りがかりしないんで、多分ワームがでかいんでしょう。変えてみましょう。はい、ということでジグヘッドはそのままで、ワームをペケリングの2インチに変えてみます。プリズムチャートだったかなに変えてみました。とりあえず1匹ぐらい釣りたいよね。いやー、ペイちゃんにじゃんけんで負けまくったんで、ちょっとクリア系のカラーがあんまりないんですよね。クリア系のカラーでちょっと様子見たいところなんですけど、で今投げてるところがちょっと駆け上がりがあるところなんで、キャストした先をちょこちょこっと攻めて、あとはもう回収ですね。またさっきみたいに寝がかりしちゃうんで、ああ風が邪魔をする。おっしゃ、乗った、やった。お、ちょっと待てよ、サイズがいいのか元気がいいのか。ここの魚駆け上がりに走っていくんで、お、よかった、アジでした。よっしゃ、ちょっとね汚れちゃいましたけど、
落として汚れちゃいましたけど、ベケリングの2インチプリズムチャートでゲットしました。ジグヘッドはね、ジャッカルさんのスイスイスイムジグヘッド 1.8g ですね。こんくらいかな、24号ありますね。で、結構太鼓もあっていい感じです。さあ、もうちょいで頑張りましょうかね。はい、じゃあもう一回やってみます。ワームもジグヘッドも変えてません。スイスイスイムジグヘッド 1.8 インチにペケリング2インチプリズムチャートで、さっきは10カウントのとこをふわふわしてたら当たりました。ペケリングの 2.5 にしてみようかな。2インチじゃない、ちょっとアピール弱いような気がしますね。そんなに多分魚は多くないんで。当たってる、おっしゃ乗った、いますね。で、フォールで、カーブフォールで、テンションフォールかな、で当たりますね。よいしょ、しかもまたそこそこサイズがいいです。これも23指ありますね。で、見えるかな、 1.8 インチでもがっつり吸い込んでくれてるんで、今んとここれでもいいのかなっていう感じですね。あとはもうワームのアピールとかでこう魚の活性を見るだけかなっていう感じかな、今んとこ。あんまり今重さは変えなくても良さそうです。ちょっと風が強いっていうのもあるんですけどね、ちょっと吸い込まれてるんでフォーセップで外します。さあ、もう一回行ってみましょうかね。何も変えてません。ちょっとライジャケが緩んでる。こういうのはちゃんと締めとかないと意味がないので、ちゃんと締めときましょう。はい、じゃあさっきのままですね。ジャカルさんのスイスイスイムジグヘッド 1.8g にペケリング2インチプリズムチャート、よっしゃ、あ、いますね。ちょっとサイズダウンかな、そうでもないか。釣れました。で、またね、映ってるかな、綺麗に吸い込んでるんですよね。いい感じっすね。ちょっと風が弱くなって釣りもしやすくなったし、長瀬的にちょっとあまり変わらんけど、ちょっとこう太鼓がさっきより薄い感じですね。うん、もうちょっと狙ってみましょう。さあ、もう一匹ぐらいこのセットで釣れるのか。ジャッカルさんのスイスイスイムジグヘッド 1.8、ペケリング2時プリズムチャートですね。15カウントが多分ギリギリのラインなんですよね。 1.8 でボトムの上を引いてきてるっていう感じなんだと思うんですよね、イメージ的には。で、それがブレイクに差し掛かると根掛かりするっていう感じですね。いました、いました。ちょっと魚の当たりが遠かったですね。結構飛ばしてかかりました。はい、ちょっとサイズダウンかな、まあまあ変わらないぐらいですけどね。まあジグヘッドはバックリです。こうフォールの姿勢がいいのか、こうリトリーブ時の姿勢がいいのか、こうふわふわ巻きながら
こう小さいねリフト&フォールしてると今日は当たってます。うん、カラーローテするとねまた違う魚が出てくるんでしょうけど、ちょっと他のカラーを今持ってないのでもうちょっとこれでやってみたいと思います。よし、もう一発。15カウント、ちょっとこの辺は気をつけないと多分値がかかっちゃうんで、当たらんね。早めに回収します。おっと、そろそろ見切られだしたかな。そろそろ当たりがなくなったんでワームを変えてみましょう。はい、ということでまたジグヘッドのウェイトはそのままで、スイスイスイムジグヘッドの 1.8 でペキリングの 2.5 インチ、ちょっと大きくしました。でグローチャートシルバーフレークだったかな、カラーの名前が、まあ、ソリッド系のカラーですね、透けないカラーです。10カウント、よし、乗ったけど魚が違うかな。なんだ、味なのか。味でした。はい、釣れましたね。グローチャートシルバーフレークでしたかね。これでも釣れました。ペキリング 2.5 インチ、ジグヘッドはスイスイスイムジグヘッド 1.8 グラムですね。でこれはあんまり吸い込めてない感じですね、こんな感じで。だからもうサイズ的には多分2インチがベストなんでしょうね、食い方的には。まあでも上顎にはかかってるんでどうなんでしょうね。もうちょっともう一回投げて確認してみましょうかね。はい、じゃあまた同じセッティングのままでやってみましょう。スイスイスイムジグヘッド 1.8 グラム、ペキリング 2.5 インチ、1、2、3、4、当たりませんね。ソリッド系はあまり良くないのかもしれませんね。15カウント、あ、いるいる、いた。ちょっとレンジが下がったんですかね。ソリッド系でもあった。あー、バレた、バレちゃった、バレちゃいましたけど、当たるのは当たりました。15カウントでしたね。もう一回15カウント入れてみましょうかね。ただこうやってバラすと続かなくなる傾向にあるんですよね、ここ。あー、乗らねえ。うわ、シビアになったぞ。当たりが、食いが浅いぞ。カラーですかね。さっきまで 1.8g 綺麗に吸い込んでたんですけど、カラーかもしれませんね。まあ今のところ15カウントのレンジで当たるのは当たります。ふわふわふわ、でも当たってるのが本当ブレイクの際で当たってるんで、一歩間違えたら根掛かりしちゃうかなっていう感じですね、今んとこ。ちょっと早めの回収でいかないと。うん、当たらない、どうしよう。ワームを変えてみましょうかね。ちょっと変えてみます。はい、じゃあさらにちょっと思い切ってペケリング3インチ、クリア系のカラーですね、ノレソレネオンだったかな、これを使ってみたいと思います。これでなんかこう当たりが増えたら多分クリア系のカラーで間違い、今日は間違いないのかなっていう感じなんですけども、まあこれを吸い込めるサイズのやつがね、元気のいいやつがいてくれたら、これを吸い込んでくれたら多分クリア系が今日は当たりで間違いはないと思うんですけどね。
15カウント。当たりました。やっぱ今日クリア系からなんでしょうね。うお、走る走る。ブレイクの方に走っていくんで、うわ、お、気をつけないと。うい、やっぱり今日クリア系カラーでしたね。ソリッド系のカラーじゃなかったみたいです。はい、ペケリング3インチ釣れましたね。まあ、サイズはあんまり変わらずっていう感じですけど、上顎にちゃんとかかってますね。やっぱ今日クリア系のカラーなんでしょうね。1投目でこの差が出るんで、まあ、とりあえずこの3インチでもうちょっとやってみましょうかね。いや、面白いですね。やっぱカラーでこんなに差が出るんで、あ、ジン君本当面白い。ハマりすぎてます最近。よいしょ、はい、また15カウント入れてます。当たってる。ちょっとちっちゃい、ちょっとじゃないか、だいぶちっちゃいのか。おお、サイズがかなり下がった。お、はい、ということでこのサイズになっちゃいましたね。かなり下がりました。5センチぐらい短くなったかな。うん、けどこのペケリング3インチで釣れてます。ジグヘッド、スイスイスイムジグヘッド 1.8g、 すごいね。やっぱカラーの差が出るんでしょうね。はい、ということでもう寒いんで終了したいと思います。お疲れ様でございました。はい、まあどんくらい釣れたかな。まあ20匹ぐらいかな。24、5センチを平均に20匹ぐらいは釣れたと思います。はい、美味しいちょっとアジフライが食べれます。ちょっとね、何匹か刺身とか取ってね、美味しく食べたいと思います。いやね、もうね、鼻水が、顔が冷たくて鼻水が出てまるんですけど、はい、寒い時期になりましたね。はい、ということでね、まあ今日は株式会社ジャッカルさんにいただいたワームを使ってちょっとアジングを楽しんでみました。まあね、今回ちょっとまあカラー的な問題とかもあったんですけど、まあ釣れたのは釣れたんですけどね、多分ね、ペケリングの2インチのクリア系のクリアラメとかクリア完全なクリアとかがあったらね、もうちょっとね数が伸びたかもしれません。まあ今日後半になってある程度分かってきたんですけど、クリア系が今日はハマってるパターンだったと思います。はい、ということでね、ちょっと急いで片付けて車の暖房で温まりたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回、じゃあね、バイ。